レイバーンの代表作のスケートをする牧師ヘンリー・レイバーンはイギリスの肖像画家である。国王ジョージ4世の王室肖像画家を務めた。エディンバラに近いストックブリッジで工場主の息子に生まれた。両親を亡くした後、12歳年上の兄に育てられた。15歳でエディンバラで金細工師の徒弟になり、造毛に細密画を描く仕事をし、ミニアチュールを描くようになり、 その絵は人気が出て支援者を得ることができ独学で油絵も描くようになった。雇い主は弟子の進歩に興味を持って肖像画家のデイビッド・マーティンにレイバーンを紹介した。マーティンは当時エディンバラで最も人気のあった肖像画家アラン・ラムゼのお気に入りの弟子であった。マーティンから肖像画を借りて模写して技術を向上させ画家になることを決意した。 20代の初めに、たまたま知り合って、肖像画を描くことになった若い伯爵の未亡人に、気に入られ、知り合って一月足らずで結婚することになり、レイバーンに十分な持参金がもたらされた。当時のイギリスの画家の例に習って、国外に修行に出ることにして、ロンドンでロイヤルアカデミーの会長のジョシア・レノルズに助言を求めた。レノルズは、ローマで、 ミケランジェロの作品を学ぶように助言し、紹介状を書いてくれた。夫妻で映ったローマでは、スコットランド出身の画家、ゲービン、ハミルトンやイタリアの画家、ポンペオ抜刀に、歌唱のバイヤーズらと知り合い、影響を受けた。2年間のイタリア滞在の後、1787年に、イギリスに帰国し、肖像画家として成功した。帰国後は、ほとんどの活動を、 エディンバラで行い、時折、ロンドンを訪れたが、滞在は短期間だった。そのため、固有のスタイルを守り、19世紀初めのスコットランドの画家たちに影響を与えたとされる。1812年にエディンバラの芸術家協会の会長に選ばれた。1814年にスコットランド王立協会の巡会員に選ばれ、1815年に正会員になった。 1822年に国王ジョージ4世によってナイトに助せられ王室の肖像画家に任じられた。レイバーンの最も有名な作品はスケートをする牧師であるが、この作品はレイバーンの作ではないとする研究者もいる。クラストン、R.S. サー・ヘンリー・レイバーン。ありがとうございます。